あー即つくんだ。博士久しぶり。よく来た。ポケモン図鑑の調子はどうかな。どれちょっと見てあげよう。現在93の55じゃ。ついに50種類を超えたが、15番道路ゲートにいる助手にすんばらしい道具を持たせたぞ。もらってくれ。ここで学習マシンじゃなかったっけ。普通だったらめっちゃ不便なんだよね、初代の時の学習マシン。15番道路か。どこだ。慌てた様子。特に行かなきゃいけないところは、花立ち。花田シティ、これ行ったっけ。うにゃー、綺麗な羽。毛さぎりもらった後、この上のアイテムのとこ行ったっけな。ガガガン。人の記憶とは曖昧なもの。ほら言ってなかったなと思って。手さぎり。電磁波いらねえもっといい技持ってますから。あ、でもこれで気軽に技覚え直しに来れるようになったな。地球だけ。久しぶりマサキさん。ポケモン使わなすぎていっぱいやったら大木戸博士に送ってあげたらええんよ。何も変わらんわ。よし、秘術空渡り。さあそれじゃあ行きましょうか。シオンタウン、ここも行けるようになってるけどね。ビビーイ。お着替え。よし、飼い主のエゴをやめよう。背中、尻尾、胸か。よしよし、外せた外せた。耳。外せたか。尻尾が外せてない。外すね、外すを押すんだ。よし、
背中。あー、すっきりした。メガネは残しとこう。人目が悪いんだ。お願いします。さあ、行くぜ。あれ？吉田、カラカラのお母さんが？そうよ。ロケット団はガラガラたちの骨を高く売るために次々とさらっては、カラカラは亡くなってしまったお母さんを今も探しているのよ。私はロケット団を絶対に許さない。よし、俺だってカラカラがまたタワーに入っていくのを見たんだ。いなくなった富士老人って人もついでに探してみるよ。ありがとう、気をつけてね。お化けは怖いけど、行かなきゃ。ボス吉田、あ、ちょうどいい時に。一緒に登らないか？うん、いや、じゃあ一緒に行こうぜ。俺は後ろからついていくからさ、背中は任せてくれよな。吉田、もう全部倒し終わってるからね、さーっと行くだけなんだけど。あら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 、いっぱいいる。やっぱりいるのかよ。ぬーん、望遠鏡です。幽霊の正体を見破った。おい、ゴーストもいる。お化けの正体はポケモンだったのか。別にかわしながら行けばいいだけだからね。特に問題ないんだけど。湧かないの？ゴース、ゴースト、まだ捕まえてないよね。出てほしいんだけどな。捕まえたいんだけど。初代の時は普通にここゴースト、ゴーストしか出ねえなって言いながら登ってた記憶が。出ねえのかよ。じゃあどこで捕まえるんだよ、ゴースト、ゴースト。立ち去れ、立ち去るのじゃ。ここから立ち去れ。げ、ひときわでけえのがまた。あれあれ、さっきのあれやって。オシロスコープ、ぬいーかー。射影機使え、射影機。あ、あなたは、はめめーめめー。あんま大きくないな。めめー、触れることができなかった。幽霊の正体はカラカラのお母さんの迷える魂だったんだ。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は無事天に昇って消えて行きました。お前、お母さんに会いたくてここ来てたんだな。ママ、お母さんのこと怖がったりしてごめんな。俺、カラカラ一人にしたくない。家まで送る。家あんの？上の階にいた、藤って人がいたら連れて帰ってくれるか？一人で帰れる？平気だよ、カラカラと一緒だし。なんか頼もしくなったな。え、ロケットさんからカラカラ助けた？いつの間にそんなに強くなったんだよ。それなら周囲に任せるよ。よし、行こう、カラカラ。にゃん。悲しい話やね。不思議な雨じゃ。
不治老人。お、球根。はっ、私が先よ。幽霊が消えててっぺんまで来れたぜ。藤瀬仁さんねって、ロケット団のためにもう一度ポケモンの研究をしなさい。無視してくれちゃって、ボスのために絶対協力してもらうぜ。なんてね、ダブルバトルかな。不思議だねは使えない。奴ら毒だから、誰がいいか。紙、関係ないな。せっかくだからね、カメールの姿を見せてもらおうではないか。今このじいさんと、このじいさん説得してんのよ。邪魔するつもりならよっしゃ、死ねえぜ。武蔵と小次郎が勝負を仕掛けてきた。ああ、僕よがーす。おお、 EV 投げると同時にモンスターボールも投げた。ドバドバオーラがドバドバするんじゃ。さあ、髪をつく水鉄砲からに行こう。はい、オーラドバー。あ、変えた。ヘビキラメ、麻痺っちゃう。髪をつく全然効かねえ。ヘドロバグだ。水鉄砲どんなんだろう。毒好き。てててててて、うわっ、やっぱ EV が飛び抜けて強えんだ。リアルに水鉄砲を吐く人、これが EV の力だ。ドバドバする。あ、耐えた。大爆発か。エドロバグだ。痛い。生き生きするぞ。なんなのよ。覚えてろ。あ、また藤博士連れて帰ってこっそり手柄を立てる計画失敗。山吹シティでシルフカンパニー乗っ取り。シルフカンパニー、嫌な感じ。そうです、私が藤郎人です。あ、ビビー、呆れるブイ。よく頑張ったなお前は。ブイ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 。満足したか。ボタンを押したら ボタンってあったんだ。今初めて知った。肉球肉球。あなたはどうかされましたか。私がロケット団に襲われていたですって。ガラガラのために祈っていて、気がつきませんでした。あ、どうやらガラガラは天国へ向かったのですんで、お礼をしたいので一緒に家へ参りましょう。
さて、シュウヤスさん、ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。その助けになるかわからんが、これをあなたに差し上げましょう。これがポケモンの笛です。ポケモンの笛を吹くと目を覚ますポケモンがいましてね、もしどこかで寝ているポケモンに会ったら笛を吹いてみなさい。笛は役に立っていますかな。まだ使ってねえよ。あったかいんだから。ポケモンで抱っこするとあったかいんだよね。富士老人、ガラガラの霊を慰めに行ってたんだね。回復はされているかい。はい、されてない。疲れてる、食らってるからな。空渡り、もうイーブイとすごく仲良くなれてる気がするんで、クチバシティに行ってポケモン大好きクラブ。さあ最高まで仲良くなれたかな。いやいや、相棒とは仲良くやっとるかい。完璧に大好きになったら。なったか。おう、シュウヤのことを完璧に大好きみたいじゃな。ポケモンとトレーナーの究極な絆の形、いいものを見せてもらった。こりゃ気持ちいいじゃ。シャワーズセット、サンダースセット、ブースターセット、エイフィーセット、ブラッキーセット、リーフェアセット、グレッシャーセット、インフェアセットをもらった。お着替えトランクにプレゼントじゃ。どう変わる。お着替えトランク。帽子じゃねえかよ。てっきり見た目をサンダースにして持ち歩けるのかと思った。そういうわけじゃねえんだ。ただの黄色い帽子と黄色い服じゃねえかよ。いや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 、いや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 、まさかの。頭の上に乗ってくれるのがサンダースになるのかと思ったら、そんなことは全然なかったぜ。ゼニガメ、元気でやってる？もうだいぶ大きくなったよ。ようこそポケモンセンターに。休ませてあげて。でも今回のこのイーブイは、お、なんかプレゼントだよ。小さなキノコじゃね。一部のマニアの間では結構人気が高いんじゃよ。ミミ、秘術空渡り、はい、知ってる。でもこの EV 進化させられないってことは、これとは別の EV ももらえるのかな、どっかで。もしくは野生で出るのかな。まだ見ぬ EV を夢見て。